はい、自殺をですか。やっぱりね、なんかいろいろとメッセージを感じてますね、吉谷さんも。うん、で牛丼屋でやっぱりご飯を食べるときにね、食べ物に感謝する、生き物に感謝する、命をいただいてるっていう風な、そういう意識を持てる人ってはっきり言って本当にいないですよ。やっぱりね、我々は間接的にこれをねやらされてるんですよ。間接的にね、余裕がない人生を送らされて、ちょっとの休日とかちょっとの余暇を楽しむ余裕をわざわざ与えられてるんですよ。悪意を持った見方をすれば、我々ね、一般市民っていうのは、なんかね、なんて言いますかね、奴隷化されてるんですよね。で完全に7日中7日を奴隷化すると不満が出て暴動が起きて一気になるから、7日中1日とか2日はやんわりと休んでいいですよとかね。それから企業ってものを通じてボーナスっていう制度が日本にはあったりとか、それからお盆とか年末年始みたいなね、そういうふうなレジャーが人工的に与えられて、ちょっと休憩するね、そこでフラストレーションを発散するようなものが準備されてるんですよね。いや、巧妙だと思いますよ。それはね、多くの方が陰謀論だっていうかもしれませんし、確かに陰謀なのかもしれませんけども、24時間自由、360日自由になってみたら、どれだけね、私たちが無意味なことに人生を消費されてるのか、なんかスポイルされてるのかってこと、本当よくわかりますよ。だって私の姿を見てね、私なんか毎日何かに追われてやってるように見えますかね。毎日ライブ放送したりとか、吉谷さんとの動画のやり取りしたりとか、なんかナイト2000買ってみたりとかね、ローンもなく家に住んでみたりとか、おかしいわけですよ。こういう私はちょっとね、変わった人生になっちゃいましたけども、こういうところから見てみると、私がね、例えば今毎日1日に12時間働く勤務をしてたとしたら、人生に目標とかね、なんか将来とか近所への貢献とか、それから食べ物に感謝とかって、こういう気持ち生まれてたことが分かんないですよね。非常に苦しいなというところですよ。でその苦しい自分の経験っていうかね、苦しさに耐えたぞっていうものが唯一の人生の勲章として80代ぐらいで振り返るものになるんではないかなと思っちゃうんですよ。これね、なんでこういうことを言うかっていうと、実はね、私ね、70代とか80代のちょっと前ですけどもね、20年ほど前ですけども、訪問営業してる時に、訪問販売してる時に、70代80代の退役軍人の方とか、戦艦大和の生き残りとされる方とかね、それから何ですかね、回転特攻魚雷回転ね、人間魚雷回転、あれの乗組員だった、もしくはその整備をしてたって人に、やっぱりね、よく出会ったんですよ。これは私が広島の呉とか江田島とかあの辺にいたっていう背景もあるんですけども、まあね、退役軍人の方によく会いました。人によってはね、勲章を持ってきたりとか、天皇陛下にもらったとされる軍刀をね、出してきてすごく見せてくれたところがあります。でその人には振り返った人生ってのはそれしかなかったんですよ。軍人としての生き方しか。そして終戦を迎えた時に、自分の人生は何だったんだろうっていうことですごく悩んだらしいです。で、年金がねずっと出てますんで、求められる仕事もないし、地域のことをやろうにもなかなかね、地域の方が忙しいみたいな感じで、最初は歩調が合わなかったらしいんですよ。で徐々に数十年経って、世の中と溶け込むことを覚えていったらしいんですけども、やっぱりね、そういうところから若い方、20代とか30代の方を見ると、なんかね、人の人生のために忙しい、戦争もないのになんでこんな忙しいんだと。戦争中は我々は軍事訓練があったり、作戦訓練があったりね、いろんな兵器の開発とかそういうのがあったのはしょうがないと、戦争してたんだから。でも勉強もそこそこしてない、で会社に勤めに行くこともない、なんかね、ゴシップで悩むこともないとかね、芸能人なんて興味ないみたいな、そんな人生なのに、戦争が終わったのに、せっかく戦争が終わったのに、アクセクって言ったらまた変な言い方になりますけども、自分の興味もない会社に、なんか興味がありそうな顔をして面接をわざわざ受けて、そこで、毎月ね、生活費をもらうという契約のもとに、自分の興味もないようなことをずっと延々と30年とか40年やる姿を見て、戦争がないのになんでこの人たちはこういうことをやるんだろうと、俺が若者だったら絶対に働きに行かない、だって平和なんだもんと、平和をもっとね、俺はね楽しむよみたいなことを言われてる方が結構多かったですね。話し込みました、そういうふうに。だって毎日戦艦大和とかね、回転とかと毎日向き合って出勤されるわけですよ。軍務に従事するんですよ。戦艦大和の乗組員なんて、出撃って言ったら帰ってこないかもしれないっていうふうな思いで毎日毎日訓練してるわけですよね。特攻兵器回転なんて、出撃って言ったら絶対に帰ってこないような出撃兵器なんですよ。
でそういうことをやっていったら自分の人生は何のためにやるべきだったのかってことを日々考えながら真剣に向き合ってやる。それからねこんなことも聞きました。その回転のね、生き残りとされる方のお話だったんですよ。これ本当にねそういう方が、まあ、その方が嘘ついてるのかもしれませんけども回転の生き残りだってされてる方は私に語るんですけども、訓練中にちょっとした休憩時間にね、回転ができて出撃命令が来たら俺はこれで特攻して死ぬのかと思った時にふと横を見たらなんか船虫っていうのがねなんかいるらしいんですよね。なんかその害虫ですよ。害虫を見てあこいつは俺より長生きするなと、だから自分のね生命をこいつに託そうかなと思いながらじっと眺めて涙が出たそうなんですよね。だからそれがね生命をすごく大事にするっていうことなのかなと思います。こういうふうに敗戦の色濃い、終戦末期20年、昭和20年ですよ。こういう時にでもじっくりと命ってものを考えられた過去のね、そういった日本人がいたということなんですけども、今平和でどうやってもね自殺でもしないと死ぬことってのはないわけなんですよ。空襲もないわけですしね、作戦会議もないと。その中で命がものすごくね素通りされているような感じをね私もしますよね。ですから今回吉田さんが牛丼屋に行ってね牛に感謝しないとなとかそこに生命を感じるとかっていうのはものすごくいい話だなと思っちゃいましたね。各私も今ねこうやってセミの音が聞こえるんですけども生きてるなと思ったりするんですよ。特に私出産を迎えてるんでこの世の中に70億人っていう人がいるとして70億人プラス1人っていうのがこの瞬間生まれてるんだとか思ったらね本当に一つ一つの命を大切にしたいなと思いますし、大切にするってことはどういうことかって言ったら全力で使うってことでもあると思うんですよ。だから濁さないでほしいなと。せっかく自分の命が今ね流れ続けていっていつか終わるわけですよ。それが明日なのかもしれないし30年後かもしれない、それは分かりませんけども確実に終わるんですよ。じゃあ終わる時までに今忙しいからって先延ばしをしたことがちゃんとできるのかなと。今日忙しいのに明日はもっと忙しいですよ。だって今日以上に明日は人生の時間短くなってるわけですからね、余裕なくなってきてるんですよ。来年はもっと余裕ないですよ。10年後はもっと余裕ないですよ。ってことは今日やらないともう明日はもっとやりにくくなるってことなんですよね。そういうメッセージを送りながらさあ始めましょう。失礼します。